さあ皆さん元気ですか？チョコレート食べてますか？今日はですね、めちゃくちゃしっとりで濃厚、簡単混ぜるだけのチョコバナナマフィンを紹介します。これね、失敗絶対しないです。混ぜるだけなんで、で焼くのも簡単なので皆さんに紹介したいと思います。最後まで見てください。ではやっていきましょう。はい、じゃあ材料説明していきます。無塩バターですね。無塩バターと、きび砂糖、今日は卵2個用意してます。でバナナは中に入れるのは1本で、上に1本飾ろうかなと思って一応2本で、なるべくこれぐらい黒くなってきてる方がいいですね。これだけでも十分甘くなってるの で、あと小麦粉とココア、これだけちょっと一緒にしてます。でこれはベーキングパウダーですね。これ少しだけ入れます。で中に入れる、チョコチップ用のチョコレート、これ今日はミルクチョコレートですね。僕らが作ってるチョコレート 41% のチョコ用意してます。これでやっていきます。はい、じゃあココアと小麦粉とベーキングパウダーですね、一緒にまず混ぜ合わせてふるっておきます。これね、ベーキングパウダーふるわないと少量なので全体に混ぜ合わさらないんで、必ずふるってください。じゃあこれちょっとバターに、卵入れていきますね。先に割っちゃいます。はい、じゃあバターに先砂糖入れますね。これ一気に入れちゃって大丈夫です。これちょっと混ぜていきます。ただこれちょっとバターが硬すぎると砂糖混ざっていかないんで、バターは柔らかい状態にしておいてください、ね、泡立てたりとかする必要もなくて混ざれば大丈夫です。ここにちょっとずつ卵を入れていきます。でちょっとずつじゃないと、こう卵って水分なんでバターと混ざりづらいです。なので少しずつっていうのはそういうことですね。混ざる量だけ入れていくっていう、こんな感じ、マヨネーズみたいに混ぜ合わせていきます。でこれ混ざってきたらまた卵を入れます。で途中でなんかこう分離しちゃったとか、混ざってないなとかも気にしないで全然いいんで、最後バナナと粉を合わせれば絶対混ざるんで、もうそのまま入れてっちゃいます。これちょっとこう分離しちゃってても気にしないです。これ卵入れちゃいますね。はい、そしたらこの後バナナ入れますね。もう測ったりせず、もう残ってもしょうがないですよね。これ例えばちょびっとだけ余ってもしょうがないんで、さすがに皮は入れないんで、これこのまま入れちゃいます。柔らかいんで。でちょっと伝えづらいんだけど、すごい香りしてて甘くなってるやつだから、結構皮が色変わっちゃってても全然いいんで、それを入れてください。でこうやってちょっとゴロゴロ入ってた方が食べた時にも美味しいんで、あんまこう何も気にせずに混ぜとけばいいです。はい、混ざりました。はい、こちらこの後粉を、さっきふるった粉をですね、一度に入れます。全然急がなくて大丈夫なんで、でまず混ぜてあげて、最初ゴムベラ使わずにこれずっとホイッパーで混ぜていって、途中でゴムベラに変えた方がいいかな。ちょっと混ぜづらくなってきたんでゴムベラに変えます。でさっきの分離してたとか全然気にせずに、バナナがゴロゴロ残ってる感じ、もうこんなんでいいんで、逆にねこれぐらいバナナとかね中に残ってた方が美味しいです。はい、そしたら次に最後ね、これチョコチップなんですけど、ちょっとこれ大きいサイズのまま入れちゃおうかなと思って、皆さんこれ別に刻んでもらってもいいし、そのままでももちろん何でもいいですよ。これ入れます。
でこれ焼くと溶け残りが多分できて、冷えるとその部分だけ固まって、まあ、バナナと相性がすごくいいですよね。これで完成です。生地はオーブンは180度に予熱しといてくださいね。で生地は溶かしたチョコレートとか入ってないんで、すぐ焼く必要もないんで、慌てず、別に変な話今日じゃなくてもいいんですけど、慌てずカップに移して焼きたい時に焼いてください。ちょっとカップに移していきます。で今日はこれなんだ、こう柔らかいやつなんですけど、ベーキングカップみたいのもいっぱい売ってるんで、どの型で焼こうが、まあ、大体6分目7分目ぐらいかなまで入れて180度で焼いてください。はい、こうやって入れましたと。この後バナナスライスしたやつ乗せて焼いていきます。はい、これバナナ乗せ終わって、これをじゃあ180度のオーブンで、20分から23分ぐらいかな、ちょっとオーブンによって違うのでそこは調整して焼いていきます。さあ焼き上がりました。これ180度で25分入りました。結局美味しそうですね。さあありがとうございます。ちょっとポイントだけおさらいします。途中で分離したとしても何にしても、ちゃんと粉っていうのは小麦粉とココアとか入れたんですけど、ちゃんと最後までこう混ぜ切ってくださいね。でバナナ1本入ってるんですけど、変な話このバナナがもうちょっといっぱい入ってもちょっと少なくてもレシピ一緒です。もうね、最後まで混ぜ切ってさえくれれば、こうやってしっとり焼き上がります。でチョコも刻まなくても十分こうなんか溶けてとろっとして美味しく焼き上がるので、もう全然そんなことする必要はないと思います。まあ、あとはそうだな、ちょっとこれ多分バナナとかがいっぱい入ってるんで、日持ちは今日焼いた日かその次の日ぐらいに食べるのが一番美味しいと思います。冷蔵してもいいし、まあ、冷蔵してストックしといて次の日になったらちょっとチンして食べるのが多分一番美味しいと思います。アイス乗せたりとかしてもいいし、まあ、ソースかけても美味しいかな。まあ、いろんな食べ方があるんで皆さんやってみてください。またぜひ簡単なレシピというかですね、混ぜるだけとか時短とかいろんなレシピ紹介していきますので、またぜひ見ていただけるかなと思います。コメントとチャンネル登録もぜひお願いいたします。また皆さんに会えるのを楽しみにしているので見てください。また会いましょう。さよなら。